北岡大塚古墳は、静岡県浜松市北区伊那佐町、飯谷にある古墳。形状は、前方後方墳。浜松市指定史跡に指定されている。静岡県西部、神宮寺川と飯谷川により形成される、小盆地の東側丘陵場、盆地を西に見下ろす、丘陵先端部を切断して築造された古墳である。これまでに1980年に測量調査が、 1994年に、噴球確認調査が実施されている。噴系は前方後方形で、前方部を西方向に向ける。噴球表面で吹き石、埴輪は認められていない。噴球周囲には、周光が、その外側には幅2から3メートルの周包みが認められる。主体部の埋葬施設は、未調査のため明らかでない。出土品としては、弾き、 ガラス小玉がある。この北岡大塚古墳は古墳時代前期の4世紀中央頃の築造と推定される。天竜川異星の西東東海地域では最初に築造された古墳である天前方後方墳として築造された点で注目される古墳になる。また丘陵上では北岡大塚古墳の他にも古墳の分布が知られ、 北岡大塚古墳馬場,場平古墳馬場,場平三号墳、多日古墳の順の主張母系譜が想定される。これらの古墳については、飯野屋北西部にある古墳時代の最新石である天白岩倉遺跡との関連性も指摘される。古墳域は1979年に浜松市指定史跡に指定されている。なお、付近には終末期古墳である北岡二号墳がある。 出土品浜松市地域産センター展示。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。